サンミュージックを勝手に背負って立つ男元気だ。俺は俺のことをカリスマと呼ぶでも緊張してます。だから膝がチワワより震えてます。カリスマね、もう43歳なのね。だからもう携帯のこととか全然ついていけないんだけど、あの女の子に携帯何使ってんの、ガラケーって聞かれて、うん、無地って答えた。サンミュージカリスマね、ファッションとかも全然ついていけないんだけど、あの帽子屋さんで珍しい透明のプラスチックでできた帽子があったから、鏡の前でかぶってたら店員さんに、すいません、それ帽子置いとく台です怖くて店員の顔見れなかった。もう少しでこれくださいって言ってた。サンミュージだが知らねえなら教えてやろう。同じ事務所ベッキーのトークショーで、健康のため常温の水しか飲まないベッキーにスタッフが間違えて冷たいペットボトルを用意してしまったのを見逃さず、気づかれないようそっと股の間で温め続け常温にしてから差し出した、そのカリスマと言われた MC の名を知ってるかそれが元気だ今すぐ3355-1664サンミュージックカリスマね、人生ほぼ諦めてんのねでもあの本屋さんで41歳からの哲学って本を見つけたから、テンション上がって買って読んだら、どうやって安らかな死を迎えるかその後すぐに今度コンビニでもうダメだと思ったら読む本っていう本を見つけたから、またテンション上がって買ったら電車に忘れたもうダメだ。サンミュージックだが知らねえなら教えてやろう。同じ事務所の足立由美ちゃんの誕生会の司会でツーショット写真コーナーの時に、一部の心ないファンが後ろから手を回して由美ちゃんのお尻を触ろうとしたのを見逃さず、すかさず自分のお尻を差し出し身代わりになった挙句笑いまで取った、そのカリスマと言われた MC の名を知ってるかそれがそう元気だwwwsanmusic.org/sanmusic だがもう一丁知らねえなら教えてやろう。つい最近ダンディ坂野の奈良県のパチンコ屋を1日で4軒回るという地獄のイベントでダンディさんといえばあのギャグですよね。ぜひお願いします。わかりました。フォーそれ人のだろHG じゃないんだから。わかりました。残念人のだろ、旗ヨークじゃないんだからちゃんとやってくださいよ。わかりました。ゲッツ人のだろこれは僕のという鉄板のやり取りを完成させ、場内を盛り上げたそのカリスマと言われた MC の名を知ってるかもしもし、それが元気だ来年こそ良い年に初夢は一口二鷹サンミュージックさーてとノリピーの舞台でも見に行こう